はい、えーそれでは始めてまいります。皆さんこんにちは。えー二千えー二十一年取材予想論点ローラー大作戦えー主要科目編のチャプターの一始めてまいります。担当レックス仁孝師私ねえ名元氏が行います。よろしくお願いします。えこちらの方ですがまず民法の講義教材一というのがあると思いますのでそちらの方二ページの方を出してください。 こちらの講座のコンセプトと書いてあります講座内でやること、2つあります。1つはすべての範囲、すべての分野についてこちら、室内可能性が高いもの、低いもの、そうでないものを指摘する受験全分野についてここは絶対やっとくべきここはもう最悪後回しでいいそれ以外というのを指摘していきます。 絶対やるべきところを A ランクと呼んでいきます。で後回しもしくは捨ててもしょうがないというのを C ランクとします。はい。でその A ランクについて講義と演習をしていく。これがこの講座のコンセプトです。で具体的にどんなことをするのかに講義の進め方というのを見てください。 科目ごと範囲ごとの傾向分析。そして、括弧に科目ごとえ、範囲ごとの出題予想をしていく。そして次、括弧三3。出題範囲について演習をまずしていきます。演習をして、その科目、その分野のモードに頭を切り替えます。で、その上で、私の方で説明をどんどんしていきます。これが講義の進め方と思ってください。 その下ですが、テキストの構成、講義で触れる範囲というのがあります。テキストには必須過去問知識は全部入れています。また、密室の知識、まあ出ていないものも多く載せています。で、その中には、出る可能性が高いものから、ちょっと難易度、難易度は高いものまで載せています。で、講義では、こちら必須過去問のところ。 また、3つの知識を中心に説明します。難易度が高いものについては、講義でその都度指摘します。ここはやるやらない任せるよという形で指摘してきますので、そこに応じてやるやらないを決めてください。また、この講座は今年度私が担当している、卓越ターゲット攻略講座というものを抜粋し、一部改良したものをお配りしています。その点、ご留意ください。で、下の方、3番、復習の方法。 まずは講義内容を確認する講義で触れたところを確認するそうったら次は講義で触れてないでも、ね、問題が載っているものをどんどん解いていくでその特く際これ初受験者の方は、ね、過去問をメインに解くことをお勧めします具体的に言いますとこのレジュメは左側には問題 右にはその対応する図表が載っていますでこの問題の方にはオリジナルと書いているものこれ当連問題ですあと数字が書いているものこれ囲問の番号ですこういうものは載っています初受験の方はねまずは囲問をメインに解いていってくださいはいそして解きながら 間違えたものがあれば、ぜひ右側の図表のどこに載ってるかを探してください。例えば、左の一番の問題、今開けてるのは十四ページなんですよね。左の問題の一番の知識は、右の表でいうと、ここ星の一。ここに載っているのが一番の知識なんです。間違えた問題があれば、どの知識がないのか、どの知識が足りないのかっていうのを、表で確認してってください。 で,できればその部分を色か何かで塗ってください。こういう作業をしていってください。講義の確認、演習、星印の確認。それが終わったら次のチャプター、次のチャプターへと行ってください。では本日は民法相続についていきましょうか。まずはページ3ページの方お願いします。 この3ページは年度ごとにどの分野が出ているのかそして右の方には今年やるべきなのかそうじゃないのかが ABC で分かれております A についてはこの後四4ページ以降でちゃんと説明します C にになってていいるところに注目してください、C、で1つは権利能力なき遮断です。 平成16年に最後に出ていますそこから全く出てはいませんそういうの概念がある程度つかめているのであればここではまる必要はないと思いますまた下の方条件期限2年連続出ていますで、しかも去年は結構難しめの論点が来てますとなここ3年連続というのはちょっと考えにくいとかと思います っていうところでこれが C ですで。あと載っているものが A と振っているものをこれから次のページ以降で見ていくんですが全く空欄になっているものがあると思います。空欄。空欄で。空欄になっているのが B ランク。空欄になっているのが B ランクです。A の後にぜひやってほしい論点になります。でその B の中でも特にここは、ね、優先的にやってほしい B。それをあえて B プラスと入れています。 B プラスこの辺りは A の学習の後にどの辺り B 全部いくか B プラスからいくかというのを考えながら学習を進めてみてくださいではここに載っている A ランクのところを抜粋したものがありますのでそこを見ていきましょうレジュメの方は4ページ5ページ「自然人行為能力」です え、そこの出題実績は十八から平成、令和二まで載ってます。ほとんど毎年出てます。そしてもう一つ注目するのはね、これ分、あの、ね、表の下に分析ってあるじゃないですか。そこ見てほしいんですけどね。一個目が、今言った話。二個目なんですが。行為能力だけ、二十三から見ると。出て休んで、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 出て休むと。いう順番なんです。となれば、この順番からすれば。 好意能力は出ておかしくないところだと思います。なんで、好意能力、そんな難しくはないと思いますが、やっといておいてください。じゃあ、まずは演習いきましょうか。4ページにね、未成年の好意能力と、14足あります。やってみてください。用意、スタート。はい、ではこれぐらいにしましょうか。もし終わんなかった方、一旦た DVD、ウェブを止めてえ、聞いてください。はい、解いてからね、聞いてください。 5ページの表を使っていきます未成年の行為能力法律行為をするには法廷代理人の同意を得なければならない表の下中の1お読みくださいいわゆる婚姻すれば成年扱いになりますなのでもうこれは同意はいらないということになりますで次中の2 法定代理人って誰。特に養子に行った場合は。養親だよね。読んでみて。養子に行った場合は、養親の同意が必要です。九番。左の九番の問題ですが。実親の同意をもらってます。これ実親、親権ありませんよ。 真剣がありませんからね表に戻りましょう。表に戻って、次に例外3つあります。同意なくして単独でできる。同意なくして単独でできるものが3つあります。えっと、2番から。目的を定めて処分を許した財産の処分。えー、もしくは定めないで許した処分、えー。旅行とかね、お小遣いとかがそれに当たる。 4番や14番それが当たります4とか14ですこの理屈としては事前の同意があると考えます小遣いを渡した時点で好きに使っていいぞとというような事前の同意があると考えてくださいだからもうこれ以上同意を取る必要はないんだと丸三。 許可された営業に関する行為お前、1人で商売やってみろと分かった、父ちゃんこんな風に言われたんですね。あいらっしゃいませ、カツオですね、ちょっと待ってください、お父さんに電話します、お父さん、カツオ売っていいですか、だめだそうです、客が迷惑します、客が迷惑します、じゃあ今の観点で、ええも聞きたいんですけどね、あっ、さんまですか、あどうぞ、カツオはちょっと待ってください。 あ,あのイカもちょっと待っててイカも待っててどういういる,いるこれも客が迷惑します米印読んでみてくださいよろしいでしょうかね、えー、サンマはダメだとかイカはダメだと客が迷惑するからダメですよじゃあ表に戻りまして例外の1 単に権利を得、義務を免れる行為と。